Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1, 2, 3, 4。海遊びをした後はちょっと涼み、そしてリシリにした。死ね、死ねんじゃねえな、リシリで安全に遊べますよっていうご祈願のために、ここリシリタン神社にご参拝してきますよ。ちょっと急遽でした。そうね、波がなかった、軽装になったそう、怖いさ。いいね、この入り口が。まさかな。そう、これリシリに着いた時にここ絶対参拝しようと思って、ね、うん、まあでも早めに来た方がいいと思う。じゃあ神様にご挨拶していきましょう。How the earth in the sing with the mountains. Where your bones are the earth and they sing with the mountains. Why would you look outside yourself when you? ご挨拶をしてきやした。ね。なんか1個目の鳥居のところからちょっと空気が変わって、ね、2個目の鳥居でまた空気が変わって。ね。気持ちよかったね。うん、間違いない。わざわざ神社に参拝するから服を着替える。偉い。じゃあ次はお昼。ご飯。お昼ご飯だね。食べ行って。今日は波がないから。違うことでいっぱい遊ぼうかなと思います。はい、でご飯食べよう。ご飯を食べに行きましょう。はい、ご飯何がいいかな。みんなでご飯を検索。ご飯調べ中。期待に応えます。これから行くのは、これから行くのが佐藤食堂、佐藤食堂でございます。皆さん続けんな。景色を楽しみながら向かってまいりましょう。ほら、トミーとか待ってる。それでは佐藤食堂850m をお楽しみください。お腹減ったから早く行こう。リクエストしといてね、雑にやつか。そしてなんで俺いつも先頭なの。分かんない。分かってると思われてるじゃん。みんなここは初めてなんで、ね、なぜか思わせるか。あれか、置いていっちゃうからな。そうじゃない。遅いからね。あれだよ、こんな狭い、もうそんなに急いで向こう行く。なんかそういうのあったよね。ゆっくり行きましょうよ。そうですね、ゆっくりもうできるようになっちゃったからね、私たちはね。そうですよ、楽しみながらゆっくり進むのがいいです。そうだよ、楽しもう。とりあえずお昼行くぞい。それでは佐藤食堂へ。Can't believe I live in your thoughts. ジンギスカン丼。特製の、特製のタレだったっけ？そう。で、島人丼。うん。たまちゃんの方は普通の方で、私はスパイシーな方。辛い。おう、あ、コートほとんどなくなった。つい。うん、美味しそう。どう、おいしい。美味しい。うん、ジンギスカン。あれ、ジンギスカン、どうしたの。美味しい。あれ美味しい。まさかのあれ美味しいなの。いいじゃん。ご飯も雑穀米だしね。うん、なんか行きたいとこが混んでたからさ、ね、ここになっちゃったけどね。結構入ったから、うん、そ
まかな、うん、美味しい、美味しい、よかったよかった。じゃあ私もスパイシーな方を食べよう、うん、スパイシーなやつ食べてみ、うん、ね、スパイシーななんだっけ、ジンギスカン、もう、ね、香りがちょっともうスパイシーな、ちょっとさ、色赤いもんね、うん、なんかクミンって言うけど、クミン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 とは何ぞやと。美味しいよね。ザンギタ、カレーに近いかな。ザンギタ、美味しい。カレーに近い。カレーに近い味が。後でちょっとちょうだい、一口。頑張るから。じゃあちょっと堪能しましょうか。ザンギ。ザンギ。ザンギは何だっけ、利尻昆布入りのザンギか、うん、だって言っちゃうよね。じゃあちょっと楽しましょう、うん、後ろに利尻んまで、はい、本当だ昆布太郎ね、昆布太郎か昆布花、やっぱりあれだね、昆布がこんだけいっぱいあるからウニも多分さぞかし美味しいだろうね。ウニガメもいっぱいいるだろう。あ、来た、行こう行こう。じゃあ行きやす、ニトリ体験。カムイ海岸パークでのニトリ体験は着替えも不要、装備も不要なので手ぶらで楽しめます。漁師さんが捕まえてきたウニが放流されており、漁業権がない一般の方でもニトリができるようになっています。堤防内に係留された船に乗り込み、箱メガネを覗き込み、タモを使って身を取ります。天然の利尻昆布をもりもり食べて育った天然の北紫ウニ、美味しくないはずがありません。基本的に5センチ以下のウニは保護のため取ってはいけませんが、大きいウニは中身の量が多く、小さいウニは味が詰まっている。味だけで言うと小ぶりなものの方が美味しいとのこと。複数人で体験する場合はその味の違いを比べてみるのも面白いかもしれませんね。はい、じゃあそれでは足元にあるこの黒い箱ですね、はい、これが箱メガネといいまして、あの海に浮かべていってください。覗いていいですか。はい、どうぞ。イエーイ。で、じゃあまずウニを探していきます。でかっ。あ、いたいた、これか。あ、ここにもいた。へえー、すごい。あ、ハゼがいる。ハゼ、ハゼは取れない。網で取る。はい、早いな。利尻島のルールで、5センチ以下のウニは取ってはいけない。あ、そういうことなんですね。はい。なんでちょっとそれを超えたぐらいが、私はおすすめします。へえ。これでどれぐらいなんですか。これでだいたい。おそらく5、6年ぐらいじゃないですか、ね、5、6年すごい、うごうごしてる。ただ北紫ウニ、はい、ウニは全部一緒のウニだ。はい、あの北紫ウニですね、はい、いる一体トモちゃんのさ、うん、あの好きなもの1個、はい、そこにいたよ、ちっちゃい。どこ、この辺、ほら、これん、あ、本当だ、ちっちゃいのいる。うん、あれにしようかな、じゃあ。うん、いいよ。はい、はい、じゃあこれお借りします。はい、はい、こっちから重たいぞ。ん、取れる、取れる。お、取れましたか。見して見して。おお、これちっちゃくない。え、いいんじゃない。好きなもの。これどうですか。大きさ。あ、これは小ぶりな方です。お、ほら、ちっちゃい方じゃん、はい。これも食べれます。あ、もちろん大丈夫。それ痛くないんですか。はい。手のひらこんな感じで。はい。へえ。持っていただければ。すごい。はい、乗っけていただいてください。はい、大丈夫。すごい取るな。私じゃあ大きいの取ってみようかな。うん、ね。私下手かも。これここに。カゴの中乗せればいいね。どうやって。あ、はい、カゴの中に。後ろも乗せればいい。はい、あ、じゃあ、はい。はい。ありがとうございます。入れてきます、ね。はい。ショコは食いしん坊だから大きいやつでしょ。質より量だ。いや
結構取りにくいよね。取れた？ほら、でかい。あ、でっか。でっか。それはでかい。ありがとう。ガンガン持ってる。でかくない？それ。これ何年ぐらいなんですか？これどうですかね。結構でかい。結構でかいです。この白いって何なんですか？これはあの岩とかにぶつかって飛び出ちゃったやつ。飛び出ちゃったとこなんだ。動いてる。顔と比べてみて。でっかい。量食べれるよ。たまちゃん、たまちゃんは味だから。ウニ取れた。取れたよ。これからこれを割って食べて。食す。取ったものは食す。ちょっと一個ずつ変えてさ、味比べしてみよう。それはします。ジェス。じゃあウニ食べていきたいと思います。はい、じゃあまずこの道具ですね、持ってください。でまずちょっと使い方説明します、はい。向きは下向きですね、はい、でこれグッと握るとパッと割れる仕組みになっています、うん、でまずはこの赤いところだけ持ってください、うんうんはい、握らずに、はい、もう赤いところだけですね、はい、でこの、今、皆さん向いてるウニのこの真ん中ですね、うん、でここはお尻になってまして、お尻の方、はい、でこの真ん中をこのようにまずは固定してください。え、こっちがお尻なんですか、うん、そうなんです。あるか、下が口だけか、口側の反対でしたね、先ほど、うん、ここに、はい、で こ, はい、でこのまま固定したまま、はい、トントントンと叩いて、だいたい5ミリぐらい、本当にちょこっと穴を開けてください。はい、はい、もうそのぐらいで結構いった。そしたら、はい、はい、下には力入れないでください、はい、あとはもう優しく握ってもらえれば、はい、パッと割れます。おお、早っ、このでかさだから、でっかい、でっかいの、このでかさ、待って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 、お尻はすぐ分かるよ、ここでしょ、うん、そう、そこにそのまま一回刺して、で上をトントンってして、はい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 、下に力入れる、いくよ、うん、おお、あ、なんか入ってる、あ、何それ、ウニの口です、黒い、めっちゃ黒い、やばすごい、どうっすか、感想は、簡単に割れるんだね、ね、面白いね、多いな、はい、ショコのやつは多いんだろうな、これ、はい、そうですね、もう口の部分はもう開かないで大丈夫、ね、うん、あ、上手、あ、いいですね、はい、上手、すごい、売ってるやつみたいなことになってるじゃん、すごい、すごい、すごい、なるから出ちゃう、欲張ってきなさい、落ちたの落ちたのにしょうがないけど欲張ってきなさい、だってさ、自分で取ったウニ食べることなんかさ、まあないよね、もうないよね、あ、もう取れた、取れた、うん、多分取れた、はい、あ、全然違うね、はい、うん、手でも大丈夫です。うん、あと、はい、回線を切って、はい、切ってください。はい。はい。はい、じゃあ、あと、はい、あ、ありがとうございます。すごいな。食べて。お。あ、うまい。お、美味しい？ドキドキするんだけど。あ、すげえうまい。すごい、一個がでかくない？違うな、全然。どうでかいの？味違う？変わんない？全然ちっちゃい方が美味しい。嘘、うん、よし、じゃあ私はこっちから食べて、全然、うん、ちょっと食べて、ちょっと食べていい？本当に？そんなに違う？うん、味がね、薄い。あ、そうなんだ、うん、全然違う、じゃあ言ってた通りだね、ちっちゃいうちの方が味は詰まってると、うん、あ、全然全然違う、へ、食べてみよう、私も自分のからだな、そうだね、じゃあまず自分のから食べてみて、どうだった、多分それも美味しいんだよ、そう、すごい美味しいんだよね、美味しい、うまい、美味しいんだよ、美味しい、で違うちっちゃいやつを食べてみて、ね、あ、でもね、口に残ってるのすごい甘いよ、いや全然違うよ、臭
臭みがない、うん、全然違うでしょ臭みが違う臭みが違う美味しいよね、うん、こっちの方が臭みがないねえ浜ちゃん食べてる俺の一番ちっちゃかったもんね、うん、抜群にちっちゃかったよ、うん、一番ちっちゃいの端っこ食べてみよういいよ食べてみて食べていい切りくなあどうぞどうぞすごいちょっとだけもらうよいいですよあ、何やってんの？うん、甘み強すごいよね甘み強まあ半分以上はそこに、ね、そこにいるけどね確かに甘みが強い、うんうん、甘いとのが一番美味しいですね、うん、これちっちゃければちっちゃいほど美味しいんだちち、うん、お疲れ様でしたお疲れ様でしたお風呂は昨日と同じそうねウニ取りした後に温泉行ってね、食材買って温泉行って柴本さんが頭を剃ってるところを初めて見た剃ってたのねでメガネかけてる男の子が2人メガネをかけたまま温泉に入ってたけど曇ってなかったわかんないけどメガネってかけながら温泉に入るんだなと思ってうんでもコンタクトしてない人はそうだあそうなんだ俺メガネしないからわかんないそうだよで今日泊まる場所は靴型岬靴形岬公園キャンプ場ここも一応有料だねここはただ安いねキャンプが500円一組500円かそうで車中泊も一組500円そうで、ゴミ箱あって、うん、あとランドリーがあってランドリーあって炊事場がある炊事場があってトイレは水洗トイレは水洗があるあるご飯を食べたりする、うん場所の椅子とか机もこう準備されてて休憩所みたいなのもあってで夕日がここは綺麗に見えるそう多分あっちの方行ったら見れるんじゃないそうだねじゃあ夕日の時間にそれは夕日の方へ行ってみよう、うん、ねえねえねえはいはいはいあいつ食べ物狙うやつじゃねえなんだっけあれえなんだっけカモメじゃなくてなんだっけ海猫かなあ、海猫だ、ありがとうございます海猫がいる海猫だ海猫がすごい近くにいるあいつは、あれだな、湘南でいうトンビだなそうだね気をつけないで、灯台もあってそう、何より嬉しいのがこれだよねそうだね、このね、椅子と机テーブルと椅子がある、ね、キャンプサイトはこんな、結構広いよねウィーンって感じだよね灯台あるしうん海がもう目の真ん前すぐそっちが海でそっちが多分夕日を見る場所だろうねねなんか台になってるもんねあそこうんなんか小屋がある、うん、さあ今日はここでご飯作ってみんなでご飯食べて寝ましょうえい、はい、じゃあ後で夕日と見に行って、うん、ご飯作ろうとりあえずご飯作って洗濯しよう、うん、おーい、おーいまあ、酢鶏はね、もう間違いないから、クックドゥの酢ど、なんだっけ、酢豚だれを使ってるか、そのまま。間違いなく美味しいですよ。うん、こうやって食べるご飯もいいね。美味しいよね。とりあえず米がうまく炊けねえ。炊飯器買っていいかい？え？何？ダメなの？炊飯器が欲しいです。ビール一本開けちゃったの次ストロングいっちゃったそうじゃあ今日はみんな飲み明かしますよグレグリメグレ本当だよじゃあ私負けたねもうまだいっぱいあるよ早く開けましょうちょっ
と夕日を見に来ましたよ。草むらをかき分けて、かゆい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 言ってる人がいる。そっち行ける？あ、そうなんだ。あ、すごい。あ、すごいところがある。見えた？わかんない。まつげが映ってる。なんかは映ってる。あ、草がすごい。草？それ下すぎんじゃない？いや、でもね、なんか上向けると、うん、え、見えんの？ただオレンジ見える。あ、でも目光ってた今。目光ってた？うん、目がオレンジに光ってた今。わかんないでしょ。よくわかんない。これ海だ。もっと上じゃない？海。夕日どこ？真っ白すぎて。ただの本当オレンジだ。トミーのピアス、お寿司みたい。どういうこと？マグロ？マグロの上に紫と。あ、ここだ。ガリ。ここだここ。あ、ほら、トミーの目が光ってたもん今。ここ。ほら。ここここここ。見える。見える。見えるんだよ。動かしたら赤い？絶対動かしたでしょ。今ね、もう動いた。あ、本当だ。見えた。赤でしょ？赤でしょ？うん。柴本さんが見たいって。でも見たいって。何かはよくわかんない。これだ。ピント。さん、これでピント合わせてるの。わちゃわちゃしてる。わちゃわちゃしてる。ここすごいわちゃわちゃしてる。いや、回るっすよ、回す。左も回してみてください。あ、わかんない人です。わかんない人です。Right.